はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。糸井よし物語やっていきましょう。難易度99スピリッツやっていきます。今回からクライマックスシリーズです。はい、ファーストステージ、はい、ホームでやることになりました。最終的な順位がこんな感じです。はい、個人成績がこんな感じです。はい、で、相手の先発が大谷なんですけども、対日ハム大谷、打率が1割6分7厘よくないんだよね。三振7もしてるからね。まあ本当にこう苦手としてるピッチャーですね。まあやっていきましょう。頑張ります。勝ちます。今回はファーストステージ決着つくまで取ります。頑張っていきましょう。はい、うん、頑張るよ。素晴らしい成績ですね。はい、やるぞ。もうとりあえずどんな不格好でもいいから塁に出ること。本当にしょぼい内野安打でもいいし、しっかり選んだファーボールでもいいし、もちろんヒットでもいいし、何でもいい。とりあえず塁に出ること。で、あとは味方に任せましょう。京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけて2失点もしたの？大谷から2点取るのきついよ。しゃあ4割バッターの実力見せましょう。先制点を取られましたが、どうご覧になりますか？流し打ちだ。そうですね、守る方としては先制点を取ったことでピッチャーは投げやすいと思うんですが、やっぱり緊張すると思います。同じ立ち上がりを攻めていきたいんですよね。まずはこのひどいけど頑張れ。ちょっと初球打ちはね、雑に言ってるつもりもなくても雑に感じてしまうからな。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。しゃあよく見た。ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。うーん、しいいよ。これが4球目。インコース決めてきた。ストレートにしか張ってないから今のはきついよ。いやーもう大谷大谷引っ張りたいけどな、引っ張りたいけどな。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。はい、インコースに攻めてきました。さあ4球目は何か。おっしゃ、甘い球きた。ワンバウンドヒットになりました。ケイ、よし小屋の頼んだぞ。ルイディオ。強振いくかい、一応。いやもちろんですね。もう1点でも早く返したいところだと思いますよ。そうですね。奮起に期待したいですよね。インサイド。振り遅れるもんな。いいピッチャーだ。初戦落としてしまいましたね。俺さ、2015プロスピ2015のスタープレイヤーモードってさ、日本シリーズ確実にいってるっけ。結構いい成績だよね確か。いや今ね俺の中で初戦敗退、初戦というかそのファーストステージ敗退がね頭をよぎってるのね。あ、俺のこと友達って言ってくれる人が誰もいないわ。じゃあ試合に集中するわ。
ちましょう。てか、勝たないと最終回だよ。勝たないと最終回だよ。あっちゅう間に終わるよ。なんだこれって感じで終わっちゃうからね。勝ちましょう。京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。また2点取られた。また2点取られたぞ。ちょっと待て。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。さあ、ここから裏の攻撃になっていきます。セフ長か。リッサー、初回に先制点を取られましたが、どうご覧になりますか？そうですね、守る方としては先制点を取ったことでピッチャーは投げやすいと思うんですが、やっぱり緊張してると思いますね。打ちました。センターへ伸びがありません。センターが取りました。ふぅ、おっ、オッケー。いや、もうね、俺の首位打者はもう決まってるから、比較的にはゴールちゃんとしてるから。あ、もうあとチーム勝てばいいから、チームの勝ちに貢献しましょう。落ちる球、ボール先行です。外に決まりました。ナイスボール。次が4球目、ボールになります。さあ、5球目は何か。よし、あらららら、何この試合、嫌だ。何この試合、打順は1番に帰ります。まだ投げてんの、6失点もしてんだよ。噂はフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。これが2球目、打ちました。よし、走れ、1塁蹴って2塁に向かう。直接2塁投げてきた。歯見たって肩いいの。ここはうまく、よし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 。打順はトップに返って糸井、鍵谷か。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。鍵谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース外れてボール先行です。お、インドを見送っています。踏んねえよ。入りません。ここは1球見ました。次が5球目、打ちました。オーケー、ナイマッチ。ワンアウトからランナー出塁しました。勝とうぜ。最終回にはしたくないぞ、まだ。オッケー、ナイマッチ。誰し、何この試合、やだ。やめて。打順は1番に帰ります。クロッタか、打てる気しねえな。どうしよう。ランナーを一塁に置いています。外れました。ボールです。ボール先行です。次が3球目、ランナーに狙い球を絞られません。ファウルボールです。出るぞ。ファウルです。これが6球目、変化球取るな。間に合う。よしごめんよ。頼む、誰か何とかして。オリックスバファローズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、いやー悔しい、残念ながらここで敗退となる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、監督もお疲れ様でした。なんだい、そうか。それはどうも。そうだね、投手陣が悪いね今回は。最終回です。最終回でございます。
あー参ったね。マンション買おう。何の意味あるか知らんけどマンション買おう。あー参っちゃったな。スルーにしたらどうなの。あーそうなんだ。じゃあキャッチャー、へえこういうことできんだ。はい、引退する選手。実際山本昌は引退するかな。俺はしないと思うんだけどな。するかな、わかんねえ。新井さん引退。うわ武田久志引退リアル。うん、うわ松中とかもな。はい、はい、こんにちは。あ、糸井キャッチャーになってる。ホって書いてある、ホって書いてある、ホッシュ。キャッチャー2位になってるよ。あ、キャッチャー F になってる。あ、勝手についてくれるんだ。へえ、これはいいね。能力問題ないよね。問題ないよね。あともうちょっと何、保守リードか、保守リードとかちょこちょこっと上げればね、全然問題なくいけるね。なんか適当にキャッチャーにしたけど、これはまた楽しいね。何、はい、デートですか。よし、デートしよう。目つぶってる。そういうことですか。はい、よし、4割首位打者だよ。元気希望。はい、はい、うん、どうでしょう。え、変わってない。そう、うん、4億だろう、せめて4億だろう。目つぶってる。そういうことだな。いやー参ったな。最終回だよ。最終回だよ。FA。うん。じゃあ、最後に見ていきましょうか。記録。歴代記録から見ていこうか。よし。打率入りました。1位4割。おめでとうございます。得点2位に入りましたね。138。安打。内川すごい。197打ったんだね。うん。投手。お、又吉すごい。82登板。フル回転だね。
お、ホールド。山口素晴らしい。59。あとはないかな。冒頭入ってるよ。16、すごいね。よし、公式記録何から見ていこうか。タイトルから見ていこうか。パリーグから。お、ともみくん37セーブおめでとうございます。首位打者糸井。あ、キャッチャーでつくんだね。ホームラン王おかわりくん33本、打点王陽大眼124打点。リアルな話で言えば今シーズンはちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次セリーグ。これは広島強いわ。最多勝2人いるんだもん。これはすごいね。おつつぼ37本おめでとうございます。打点王雄平おめでとうございます。盗塁王大島おめでとうございます。お、山田195。去年何本だっけ。まあいいや、おめでとうございます。はい、表彰月間 MVP、こんな感じです。はい、セリーグこんな感じ。真っ赤だな、広島ばっかだな。オールスター、はいはい、え、最優秀選手内川？糸井だろうよ。え、なんで？はーい、ベストナイン、うん、いいんじゃないですか。ゴールデングラブ、糸井獲得ならずですね。はい、うん、こんなもんかな。いやー、まさかの最終回でしたね。まさかと言ったら失礼かもしれないけど、勝ってると思ってたよ。強かったね、日ハムね。まあ、しゃあないか。ということで、糸井嘉男物語、アナログ操作で首位打者企画、これにて終了です。はい、アナログ操作を、145試合になるのかな？あ、違うわ。146試合か。オールスターと、CS の2試合で146試合。まあ、だいたいそんぐらいやって、やってよかったなと思ったよりも成長できたんじゃないかなと。まあもちろんその糸井の能力に助けてもらった面もあるし、助けてもらうために能力高い選手を選んだってのもあるから、そうだね、もうデジタルじゃできないと思う。アナログがいい。バッティングはね、バッティングに関してはアナログの方がやりやすいですね。はい、ということで、まあ成長できたんじゃないかなと思います。はい、企画として、CS ファーストステージ2連敗敗退、それはちょっとどうかなと思うけども、俺自身のアナログ操作の練習っていう点で関して言えば良かったんじゃないかなと思ってます。はい、次の企画まだちょっと考えてないですけど、はい、次の企画で会いましょう。おそらく、次回予告の動画も上がってんじゃないかなと思ってます。はい、そんじゃ終わります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。終わります。バイバイ。